ははい、では続きですね11番を見ていきましょう11番もうちょっと大きくしましょうかんなんか調整できなくなってしまったいいかこれぐらいで見えますねあこれ以上いかないのか一か、じゃこれで。 はいじゃあ、問題11ですね、えー、指定介護予防支援について適切なものはどれか3つ選べという問題で、介護予防支援ですね、1番、運動機能および航空機能の改善に特化して行うとなりますが、そんなことないんですね、運動機能と航空機能の改善だけをやるっていうのが介護予防支援と言ってますけど、そんなわけないですよね、×バだ2番、利用者の生活の質の向上を目指すもうこれはもうその通りですよね。ね 介護支援でであっても同じですね3番地域支援事業と連続性及び一貫性を持って行うとありますが、まあ、これもその通りですよね地域支援事業あの介護予防支援というのは予算者さんですからで地域支援事業のサービスあの介護予防支援 あのえー、介護予防訪問介護とか介護予防通所介護とか地域支援事業入ってますし、それから養子縁状態に近い方ですね、昔は特定高齢者と言って言いましたけれども、こういうような人っていうのは地域支援事業でサービス使うわけですから、まあ、この地域支援事業と介護予防支援というものは、その整合性といいますか、一貫性といいますか、その辺がなきゃいけない、ここでパチッと切れちゃいけないということですね。ということで、これはその通りです、昔からこういう規定があります。4番、モニタリングをしなければならない、もちろんですね、介護予防支援。 介護支援同様ですアセスメントもモニタリングも当然しなきゃいけないですで。5番、要介護状態の改善を図るとありますが、これは誤りですね。えー、そもそも介護予防支援ですから、要支援の方対象としていますし、そういう目で見ても罰ということで、11番は分かりやすいとで12。12番、介護権法上、市町村介護権事業計画に定めるべき事項として正しいものはどれか2つ選べもうこれもですね、まあ、もう正直問題見る前からもう分かりたいという感じですけど、そうないですからね。 定めるべき事項とくれば3つなんですよ。事業計画に関して言うと。まず1つというのが必要利用定員ソースを定めると。中身はといったら、市町村が担当している、指定権限を持っているグループホームと、地域密着型の特用と、地域密着型の特定施設ですね。この3つの必要定員ソースを定めるということと、あとは別の訪問介護とかデイサービスとかショート施とかいろんなサービスありますけど、介護保険の種類サービスの種類ごとの見込み量。これが2つ目。で、もう1個が地域支援事業の見込み量。もうこれしかないんで。 ということで、1番、地域支援事業の量の見込み。これがその通り、丸ということになります。地域支援事業のにかかる費用の額とか、額、額、金額ですね。できたら、これは定めるよう努める事項なんですけど、量ときたら定めるべき事項、義務ですね、ってなっていますで。2番、介護保険施設、相互間の連携の確保に関する事業とありますが、まあ、施設相互間連携とかっていうのは、これはあの都道府県の方になりますから、これは誤りだと。 で介護専用型特定施設なんたらかんだらとありますけど、これももう都道府県の方ですね。バッツですねで。4番、混合型特定施設なんたらかんだらとありますけど、これも都道府県の方ですね。ちなみに4番は都道府県の義務にも入ってないです。3番は都道府県の義務に入ってますけどね。4番の混合型に関しては、まあ、定めてもいいんですね。ですから、あの定めてもいいよという位置づけて、義務にもなってないです。 で5番の認知症対応型共同生活介護の必要利用定員ソース、グループホームですね。これがその通りということで、これは1と5の2つが正解していうことで、まあ非常にシンプルだったですね。じゃあ次いきますよ。よいしょ。はい、じゃあ13番。これも丸してますね。代、え、償、ー、保険者のうち特別の事情があると認められない保険料滞納者への措置として正しいものはどれか3つ選べとありますが、こんなのだって保険料滞納者への措置って3つしかないんですよ。保険料の給付制限というのは。 その3つ選ぶだけですよ。1年滞納したら償還払いか。年退納したらあ1年半滞納したら一時差し止め。2年滞納したら減額ですね。この3つがもう出てるはずですよ。1番、保険給付の支払い方法の変更。これがまず1個正解ですよね。要は現物給付じゃなくて償還払いかになるということですねで。それから一時差し止めって書いてるのは4番ですよね。保険給付の全部また一部の支払いの差し止め。これですよね。 であともう一個は減額は3番ですね。保険給付の額の減額ということで、1、3、4の3つが正解しということで。まあ、不正解し2番、訪問看護等医療系サービスの医療保険制度への移行。もう全く出たらめですねで。5番、区分支給限度基準額の減額。聞いたことないですね。うん、×です。 14番、介護保険審査会への審査請求が認められるものとして、正しいものはどれか2つ選べという問題で、1番、要介護認定または要請認定に関する処分とありますが、これその通りでもあるですね。介護保険審査会のへの審査請求が認められているものっていうのは、つまりは介護保険審査会が扱っている事件ということなんですけど、これは介護保険に関するあら一切合切のものですよ。保険料に関する一切合切のもの、保険給付に関する一切合切のもの、それから徴収金に関する、保険介護保険にまつわる徴収金に関する一切合切のもの。 養子縁組介護認定に関する一切合切のものですよね。ですから保険っていうのは介護保険っていうのはキーワードパッと出てきます。被保険者、保険者、保険料、保険給付、保険事故。 保険にまつわるキーワード、この5つですね、これ世の中すべての保険層ですよ、保険にまつわるキーワードは、非保険者、保険者、保険料、保険給付、保険事故ですから、これらに関するものっていうのは、全部介護保険としてですね、市町村があらゆる決定してますし、言い換えたら介護保険審査会が不服を見るあらゆるものって感じ、そういう感覚で見るといいですけど、一番の要介護認定、要支援認定っていうのは、これ、保険事故のことですね、介護保険における保険事故は認定ですから、これはその通り、一問もあると。 2番、二審党以内の扶養義務者への資産調査に関する処分とありますが、そんなの全然全く関係ないですね、介護保険。×ですね。で、その次3番、成年後見制度にかかる市町村長申し立てと、もうさっぱりわけわかんないですね。成年後見制度、介護保険関係ないですね。で、4番、生活保護受給にかかる市町村長申し立て、生活保護、介護保険の話してるんですから、全然関係ないですよね。で、5番、保険、介護保険料に関する処分。これはその通りですね。ですから、これは1と5の2つが正解して、これも非常にシンプルですね。 では次いきましょう。15番え。許諾サービス計画原案の作成について適切なものはどれか3つ選べという問題で、原案についての問題、珍しいですね。1番、利用者の家族の希望も勘案する。まあ、そらそうだということですね。利用者及び利用者の家族の希望を勘案するわけですね。鵜呑みにするとは言ってないんですよ。勘案するということですからね。 で2番、利用者が入院中であっても必ず拠宅を訪問して行うとありますが、あの <laughs> いないですよ、してもいいですけど、いないですから、おかしいですね、もちろん原則、拠宅訪問ですけど、いませんから、その場合はもちろん、あのにあの利用者さんが同意の同意がある上であれば、その入院してるところに行ってもいいですし、退院待ってもいいですしね。ですから、むしろこの入院、退院見込みで依頼が来ることもありますしね、そういう場合は、病室に行くってこともありますけどね。ということで、2番はバツですね。 で3番身体機能だけでなく置かれている環境についても検討するとありますがもちろんです身体機能心理機能精神機能置かれている居住環境いろんなそういったものですね。 で4番、地域における指定許諾サービスが提供される体制を勘案するとありますが、まあ、これその通りでもあるですね。例えば地域において、その使える範囲においてですよ。まあ、こんなことはありませんけど、例えで言うなら、訪問介護を使,える使うということで、ですね訪問介護、この人必要とい,う服ということで、ヘアブランに位置づけても訪問介護ないとか困っちゃいますよね。まあ、特によくあるのが複合型サービスですよ。今でいう看護小規模型許諾介護ですね、簡滝。こんなのサービス事業所少ないですから。 いくらですねこれが理想という位置づけでも、そもそもありませんよとか、使えませんよってなったら、偉いことですので、これは当然勘案しますねで。最後5番。初回の面接で利用者の状況を全て把握しなければならないとありますが、まあ、無理ですよね、えー。そんなことは無理ですので。もちろん理想としてはそうかもしれませんけど、ん厳しいですので、そんなことにはなってないということですね。では次16番。介護サービス計画作成のための課題分析標準項目として正しいものはどれか3つ選べと。 いう問題で、課題分析標準項目ですね。基本情報に関する項目が9、それから課題分析に関する項目が14ということで、合計23あるというやつになりますけど、まあ、ちょっと大変かもしれませんね。じゃあ、いきましょうか。まず1番、2新党以内の扶養義務者の現住所とありますが、 いらないですね。そもそもいらんでしょうっていうところがピンとくるといいかなと。まあ、ごめんなさいね。ちょっとかなりフランク、これダッシュ回答ですから、丁寧じゃなくて、あの本音レベルのフランク回答になってますけど、まあ、適当に聞いてもらえたらいいかなと思うんですけど。で、1番というのはこれツですね。で、2番、生活保護受給の有無とありますが、これは基本情報の方でありますよね。被保険者に関する情報というところで、これは入ってます。まあ、これは現物見た方が早いかなっていう感じもありますけどね。これはありますよ。で、3番、前年度の課税所得金額、これないですね。 で似たような問題が実際出てるんで、これも3年か4年ぐらいでサイクルクローズすると思うので、まあ、そこ3年ぐらい前まで遡ってやってればですね、出てるかと思うんですけどね。ですけど、課税所得金が、これはないですねで。4番、認知症である老人の認知日常生活事実をこれありますよ。これ入っております。これも基本情報に入ってますね。基本情報の方。えそれから5番。 もちろんあれですよ。障害の方も入ってますけどね。日常生活事実と。で、最後5番。介護認定審査会の意見とありますが、これは入ってます。認定,あの認定に関する情報というところで入ってます。介護認定審査会の意見とか、あの種類支給限度基準額あとか、サービスの種類の指定がある場合とかですね、区分支給限度基準額とか、そういうの入ってますから、ですので、これはあります。ということは、これ、課題分析標準項目って書いてますけど、全部基本情報に関する項目ですね。 になりますまあ、珍しい感じですねそんなにないですね頻度としてはじゃあ次行きます17番よいしょ。行きましょう17番は居宅サービス計画作成について適切なものはどれか3つ選べという問題で1番サービス提供事業者の選択は専門的現地から介護支援専門員が行うというふうにありますがそんなわけないですね利用者さんが行います ではその次の2番利用者が支払うことができる利用者負担額に配慮するとありますがこれその通りで丸ですね、まあ、要は区分支給限度基準額だけ考えてですねそれを満たすようにってやってもですねその負担が厳しいって方いますから払えなかったらもう絵に描いて持ち終わっちゃいますのでプランがですねですので当然経済状況というのも考えます配慮します でその次3番、サービス担当者会議で専門的検知からの意見を求め、調整を図るとありますが、まあ、これはしょっちゅう出てきますけど、その通りですね。訪問介護事業者、デイサービス事業者、そういった専門業者ですね、専門的、あの専門としている事業者がいますので、まあ、そういう人たちですね、読んで専門的意見を聞くということですねで。その次4番、目標にはサービス提供事業者の到達目標を記載するとありますが、まあ、そんなわけないですね。事業者の目標ではなくて、利用者さん自身の目標になります。 最後、番、計画に位置づけたサービス提供事業者の担当者に十分に説明するとありますが、これはその通りですね。訪問外交事業所、デイサービス事業所、ケアプランに位置づけたんだったら、どういう指針でこのケアマネジメントをやっていくかと、ケアの方針というものを十分に説明する必要は当然ありますね。みんなが一枚岩になっている必要があるということです。課題なんかも共有して、目標なんかも共有するということですね。ということで17番は OK ですね。 その次、18番。指定許諾介護支援におけるサービス担当者会議について正しいものはどれか2つ選べという問題ですね。サービス担当者会議。1番。招集は地域おかつ支援センターが行うとありますが、なわけないですよね。あの、許諾介護支援事業所のケアマネさんが行いますね。で2番。生活保護の被保護者については、福祉事務所が招集しなければならないとありますが、そんなこともないです。関係ないです。生活保護関係ないですね。許諾介護支援をやっているケアマネさんがやります。 で3番、少なくとも3ヶ月に1回は開催しなければならないとありますが、そんなルールはないんですね。そんなルールは全くないです。頻度のルールはないです。サービス担当者会議は頻度のルールもないし、あの場所のルールもないです、まあ。もちろん利用者さんのお宅っていうのが望ましいっていうのはありますけど、絶対ここじゃなきゃダメみたいなものもないですね。はい、3ヶ月に1回っていうふうに出たら、これは介護予防支援の,あのモニタリングの許諾訪問が、こういうふうに頻度としては規定されてますね。 でその次は、利用者や家族の参加,が参加が望ましくない場合には、必ずしもその参加を求めないとありますが、まあ、これはその通りでもあるですね。当然、サービス担当者会議というのは、利用者さんやその家族というのは、まあ、チームの中心ですから、この、ね、みんな集まる中の中心になりますので、当然参加を原則うしてもらうということなんですけど、利益保護のためにもですね。ですから、望ましくないということであるならば、何かしらの事情があってですね、入院しているとか、何かしら特段の事情があってですね、その場合は、 必ずしも参加を強制すする必要はないですね参加を求めることが逆に不利益になるんだったらそれはしない方がいいですね。でその次5番。介護の記録は2年間保存しなければならないとありますが、もうこれは定番問題ですから大丈夫ですね。その通りになります。完結の日から2年ということになっております。ではその次19番。いきましょう。指定許可介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準。平成11年厚生省令第38号と。この当時厚生省でしたね。今厚生 厚労働省となってますけどねで定める基本方針に示されている内容として正しいものはどれか3つ選べという問題ですねで1番居宅における自立した日常生活への配慮というふうにありますがこれ難しいですよねこれだけじゃ分かんないかなと思いますで2番利用者自身によるサービスの選択とありますねうんっていう感じですよね3番保険給付の重点的な実施 うーんって感じですね4番、公正中立うん。5番、高齢者虐待の通報。ということで、まあ、これ初めて、初めてと言ったらちょっとあれかもですけど、今日一難しい問題だと思いますね。ねこの今のところですよ。25までまだ見てませんけど。ややこしいですよね。ただですね、あの1点分かってほしいのはですよ。許諾介護支援の運営基準を言ってるわけですよね。人員及び運営に関する基準って言ってますけど、人員基準なんかこれ全然関係ないわけですから、内容を考えてですよ。 ですので、ケアマネさんがどうこうとか書いてないですよね。兆金でどうこうとか。ですから、これ運営基準なわけですけど、居宅における自立した日常生活への配慮ってそらそうだっていう感じしますよね、正直。ですし、2番、利用者自身によるサービスの選択。これももうそらそうだって感じですよね。ケアマネさんが決めましょうなんてあるわけないですよね。で、3番、保険給付の重点的な実施ってありますけど、これ嘘っぽいと思いません、ね、要は、訪問介護とかデイサービスを重点的にやっていきましょうみたいな。別にインフォーマルサポートだっていいわけですよ。 で逆にインフォーマルサポートじゃなきゃいけないってこともないわけですよ。わかりますかね居宅サービスじゃなきゃダメとか施設サービスじゃなきゃダメとか地密サービスだけを重点的にとかインフォーマルサポートを重点的にそうじゃなくて利用者さんのニーズありきなんですよ。利用者さんのニーズに合わせて使っていくと使えるものは使っていくということで、まあ、心身の状況とか置かれている環境とか希望とかいろんなものを勘案して決めていくわけですから保険寄付の重点的な実施というものをですね あの基準に掲げているかってじゃあそうじゃないだろうなっていうところはわかりたいとで四番公正中立っていうのはそらあるでしょうねと公正中立を逆に言うとなります中立の反対は偏りあ非議偏調っていう感じですか公正だと公正の逆は何ですか不正 不正偏重みたいなそんなわけないですもんね。公正中立の立場って、そうそうだなって感じですよね。で、最後、高齢者虐待の通報、これがまあ、なんていうかね、難しい変化球でしたよね。高齢者虐待を教託介護支援事業所の木山ネさん発見したらしい、やんなきゃダメだよねって、その通りですよ。やんなきゃダメですよ。 あの高齢者者虐待のの通報でで一番多いの毛山根さんですよだからまあ、ややこしい引っかけですよね。出題者も、高齢者虐待についても勉強してるって分かってますから、通報者でケアマネが一番多いってことも、ね、勉強してるだろうってことも分かっててこういうのを出してるから、まあ、やらしいちやらしいんですけど、高齢者虐待防止法においてはですね、これ通報しましょうねと、まあ、通報の、あの第一人者、第一発見者となることも多いから、ケアマネさんは。だから、あの十分発見できるように努めましょうねと、弁護士さんとか、あのこういった高齢者福祉に従事している人はとか、そういうのは規定あるんですけど、 中にには別にないんですね規定としてはですから5がツで、まあ、1、2、4の3つが正解しということになりますね。でその次、20番。生活支援体制整備事業において、生活支援コーディネーター、各地域支え合い推進員の機能として規定されている内容について正しいものはどれか3つ選べ。こんなのももう過去初めて出ますから、全員があどうも、はじめましてとていう感じの問題ですね。地域支援事業になりますで。1番。地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起。ここだけ見ただけじゃよくわかんないですよね。 生活支援体制、まあ整備とありますけど、生活支援サービスっていうものをこれから総合事業において提供していきたいわけですけど、まあそれっていうのはまだ十分なインフラ整備ができてませんから、まあその辺のところを整えていこうということを言ってるわけですけど、まあそのコーディネーターもいるよねと、サービス事業者が少ないとしたらそういうような事業者の開発もいるよねとか、あるいは認知症のケアパスみたいな感じでどうやったら利用できるかっていうふうに、えー、周知してもらうためのですね、何かしらの,その,あの啓蒙活動も必要だよねとか、まあいろんなことがあるわけですよ。いろんな そんなことがあるわけですねですけど、どうかなと。で、1番、地域のニーズと資源,と資源の状況の見えるかと問題提起。まあ、これもあるかなと。バースには見えないなという感じで、まあ、流すしかないでしょうね。2番、生活支援の担い手の要請やサービスの開発。これはまあそうだろうなっていうとか、なんとなくわかると思うんですね。生活支援サービス提供している人たちがほとんどいないですから、まあ、どん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 これから増やしていかなきゃいけないわけですよね。で、3番、養子縁認定にかかる認定調査の状況のチェック。ここでピンときてほしいんですよ。 まるあれ待てよ待てよ待てよとこれ今地域支援事業の中の生活支援体制整備事業について聞いてるけどこの養子認定にかかる認定調査の状況のチェックってどっかで勉強したぞ見たぞとあこれはあれじゃん地域支援事業の任意事業の中の介護給付等費用適正化事業の中のやつじゃんっていうことが分かってほしいなって思うんですよねでその次も一緒なんですよで次で確信になるんですね地域支え合いの観点からのケアプランの点検 確信、まあ、だと、ケアプラン点検、認定調査チェック、住宅改修チェック、医療情報との突合う,う、給付費通知の交付、給付通知の交付、これがあの地域支援事業の中の任意事業の一つである介護給付等費用適正化事業の業務になりますから、ああ、なるほどね、と3と4というのは介護給付等費用適正化事業との引っかけなんだという感じで、まあ、1、2、えー、とかよく分かんなかったけど、繰り上げて予算的に1、2、5が正解しなんだなって見るということですね。 で、5番、遅延組織、遅延組織かな、遅延組織等多様な主体への協力依頼との働きかけとありますが、こんなのもう丸ともうもんぼすともようわからんっていう、何 <laughs> とも言えない選択肢ですよね。ですから、この問題は、まあ20、丸してますね。あの、まあこれはあの私の講師仲間であり、今年受験されたあ方がですね、受験、あの、やったやつですけど、まあ丸してますけどね。 ですけど、まあ、それはそうですね。はじめましての問題なんで。でも、おそらく得点できたと思います。59.13で。ですから、まあ、3と4の2つが明らかに×なんで、1、2、5が繰り上げ当選で正解しっていう感じになる問題ですね。では、また10問来たので、ここで一旦切ります。